皆さんこんにちは金門秋田酒造の代表をしております佐々木と申します秋田県は大仙市というところで酒造会社を営んでおります秋田県といえば本州の北にありますけれども結構冬は雪が降りますですが水もきれいでお米がよく取れるところで秋田県で一番のお米が取れるといえばこの大仙市になります そこで、えー、日本酒造りをしているわけですけれども特にうちの会社の特徴としては、えー、日本酒を長年寝かせるヴィンテージというところに力を入れています、えー、こちらは、えー、1995年に作った山吹というお酒です、えー、ロンドンのインターナショナルワインチャレンジで、えー、チャンピオンをいただきました、えー、こちらは熟成ではありませんけれども純米酒に旨味を入れて、えー、世界中の料理をおいしくしようということで 両方とも同じコンセプトを持って商品作りをさせていただいております緊急事態宣言が日本も解けましたけれどもお客さんはまだ全然戻ってきませんでどこの業種も皆さん苦しい思いをしております世界どこに行っても今レストランだとか飲食をしていらっしゃる方は非常に悩んで苦しい状況にあるんだと思いますしかしこれはいつか終わります私もそう思って 今は秋田県から出れないでいますけれども、いずれ皆さんのもとでまたお酒を紹介させていただけたらなと思ってます。それまでなんとか耐えて頑張りたいと思いますので、皆さんも頑張りましょう。よろしくお願いいたします。